サポーターの皆さん、こんにちは。アビスパ福岡監督の井原正巳です。日頃よりアビスパ福岡チームに対して熱い声援、本当にありがとうございます。いよいよ24日、讃岐戦です。我々、勝利という目標に向かって精一杯頑張っておりますので、より一層ご声援よろしくお願いします。また、スタジアムにぜひ足を運んでください。我々アビスパは1万人プロジェクトという形で今年多くの方にスタジアムに来てもらって一緒に勝利の喜びを分かち合ってもらおうと選手たちスタッフも頑張っています。ぜひ皆様とスタジアムで会える日を楽しみにしております。